小西,小西義蔵、小西義蔵、小西喜蔵、1908年7月17日から1989年7月28日は、日本の機種、新潟競馬クラブ、東京競馬クラブ、日本競馬会、国営競馬、長教師、国営競馬、日本中央競馬会。岩手県岩手郡前内、村上殿、現在の森岡市高松出身。 日本競馬史上初のクラシック参観達成騎手、二王小学校卒業。森岡高等小学校。現、下橋中学校卒業。子、息は一男四女であり、帝京大学元教授の小西敦子は長女。元長教女子と休務員であった。小西誠一は、長男、敦子の弟で五人兄弟の四番目であり、1943年9月1日、生まれである。 1908年7月17日、岩手県岩手郡舞内村の農家に11人兄弟の次男として生まれた。1923年に高等小学校を卒業した後岩手種馬所の牧夫になった小西は、種馬所に近い小祝農場につなぎ用されていたサラブレッドを目にするうちにその美しさに魅せられ、騎手を志すようになった。1926年、小西は、 岩手丹江馬署を退職し、かねてから面識のあった新潟競馬場の調教師、田中は吉に弟子入りした。弟子入りして間もなく、田中が死去した。1929年4月に、田中の弟、和一郎が、目黒競馬場に旧社を開業すると、小西はその弟子となり、同年秋に騎手としてデビューした。デビュー当初の小西は生涯競争で活躍を見せた。 代表的な騎乗馬は、花吹雪、1939年の中山大障害、春優勝馬国王のハンニーで、小西と花吹雪のコンビは6勝を挙げた。小西が花吹雪に騎乗して、障害を飛び越しているところを撮影した写真が、ポスターになったこともある。平地競争においても堅実な成績を収めていたが、旧社の先輩騎手には、野平昭蔵や田村二三郎がおり、 師である田中和一郎自身も騎手を務めた、この時代の調教師は騎手を兼ねることができたため、活躍の場はなかなか巡ってこなかった。そんな中、1936年には月安に騎乗して、目黒記念秋を優勝、重賞初制覇を果たしている。1937年に田中が調教師に専念するようになって、以降は東京優春。 大競争に、毎年出場するなど、小西の活躍の場は増えていった。1939年、カブトヤマガブアナーの前弟にあたるロツキーモアーに、帰場して、提出後昇天、秋優勝を果たした。1941年春、小西は3歳のボバセントライトとコンビを組むことになった。デビュー当時、小西のセントライトに対する評価は、 あまり高くはなかったが、セントライトは7番人気で迎えたデビュー戦を勝ちすると、続く、横浜農林賞賞店0 4歳コバーも優勝して、小西を驚かせた。東京優秀競争では小西が、苦心したところがないと振り返るレースぶりで2着馬に8馬身の差をつけて優勝。クラシック3冠のうち2冠を制覇した。小西とセントライトのコンビは10月の京都、 農林少々店4四歳小馬も優勝し、それぞれ史上初のクラシック三冠達成機種、クラシック三冠馬となった。なお、小西は、クラシック三冠競争において2700円の新庄金を獲得したが、召喚期間が10年の国債で支払われたため、太平洋戦争終結とともに、紙くず溶かした。翌1942年、小西は、セントライトの判定、アルバイト、 後に栗り光に、海明に騎乗して、横浜農林省商店に四歳小馬を優勝。1943年には道馬に騎乗して、提出後商店、秋を優勝した。太平洋戦争が激化すると、小西は家族を、故郷の米内村に疎開させ、自身は、近くの滝沢村巣後にあった日本競馬会、東北支所で、能力検定競争に携わった。 太平洋戦争終戦後の1946年10月17日に、競馬が再開されると、小西は、騎手として復帰し、東京競馬場の第一競争で優勝。再開後初の競争での優勝騎手となった。1950年8月10日、小西は調教師免許を取得し、給者を開業した。同年9月24日に初出走を果たし、 翌10月8日に初勝利を挙げた。1952年、二年ヒカで中山大障害、秋を優勝し、重賞初制覇を達成。1957年には山下ぶで中山大障害、秋を優勝したほか、ラプソデーで菊花賞を優勝し、八大競争初制覇を達成した。1960年に川崎競馬場から、 天馬屋してきた高間ヶ原は、小西の下で実力を本格化させ、1961年に天皇賞、秋など重賞を参賞。1962年にはアメリカジョッキークラブカップを優勝し、ワシントン DC インターナショナルに日本三馬、日本調競馬として初めて出走を果たすなど、小西の調教師生活における最大の活躍馬となった。 その後の小西の管理場の中で最も有名なのは、ラプソデーの判定ミハルカスである。ミハルカスは、セントライト以来日本競馬史上二頭目のクラシック三冠馬となった新山と、第10回、有馬記念で、戦、レース史上に残る競り合いを演じたことで知られる。同馬に騎乗した、加賀武美は、第4コーナーで新山に、馬場状態の悪いインコースを走らせる意図で恋に、 外側の拉致近くに進路を取った。これに対し新山は、ミハルカスのさらに外、テレビカメラの視野から消え去るほど外に進路を取って、ミハルカスを交わし、優勝した。レース後、高西は、新山の管理調教師であった、武田文吾に近づき、新山を超える馬は、当分出てこないだろうと賛辞を送った。1989年3月1日に調教師を引退。 その4ヶ月後の7月28日午後3時に、老衰のため、東京都府中市八幡田町の自宅で死去、去年81歳。括弧内は小西起城寺の優勝重賞競争。ふとじはクラシック及び五商店競争。括弧内は小西管理課の優勝重賞競争。ふとじは八大競争。ふとじは文化生。括弧内は 旧社所属機関と所属中の職分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。